はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日はメモリア、第3章野生のメモリア、16話見ていきたいと思います。エピローグ。チャプター16、エピローグ。草原の端っこ、見に行くの？うん、グラーガさんが守ってくれてるから安心して旅ができるよ。ねえヤーマ、端っこを見たらきっと戻ってくるからしっかりね。ああ、そんなに長旅じゃないだろ。俺はもう大丈夫だよ。母さんと動画を守っていくさ。はーい、母ちゃまの方が強いけど。お前はいちいち余計なことを言うな。ローちゃんも強いの。父ちゃまのお守り持ってるから泣かないの。平気なの。そうだな、お前は強い子だよ。でもね、でもね、ふわふわちゃんいないとき寂しいから早く帰ってね。はいはい、それじゃあまたね。行ってくるね。で、ユラ、穴の底で記憶のかけらの気配は感じた？何？記憶のかけら。待ってよ。何のためにここに来たのか忘れてないだろ？あ、そうだったね。なんだかずっと前からここに暮らしてて、おじいちゃんの本当の孫だった気がしちゃってた。記憶がないからって刷り込まれやすいのも考えものだね。で、どうだったの？うん、ずっと奥の方からなんだか懐かしいような気配がした。やっぱりか。僕は影の中に入っても平気だけど、君はどうなるかわからないしな。グラーガさんのおかげで近づけるようにはなったし、なんとか探りを入れてみるしかないね。ん？どうかした？空がなんだか。え？何？急に暗く？嫌な予感がする。リーネ、緊急脱出だ。引き上げて。あ、いいかしら。お帰りなさい。急いで戻ったから気持ち悪い。ユラは無事？頭体にくっついてる？怖いこと言うな。大丈夫だけど、何が起きたの？あなたたちが調べていたメモリア自体に侵食現象が起きてる。まずいな、それは。困ったわね。すごくまずいわ。でも対処はできそう。異変が起きているのは内側だから。何？どういうこと？起きるはずのないことが起きたの。あのメモリアの中で何か良くないことが。ほっといたらあのメモリアが壊れちゃう。それで現実の方にも悪いことが起きるかも。よくはならないのは確実ね。そんなのダメだよ。グラーガさんが守った世界なのに。助けに行こう。無理やり出てきたからすぐは無理。あなたはちゃんと休んで、それから再挑戦。わかった？そうするしかない。正解。そろそろ起きる時間でしょ。また会いに来て。うん、そうかな。
きっちり案内するから安心してよ。一緒に戦うからさ。今までの旅の記録を見てみる？続けてみちゃう。17は虫食いの起源の再生をしてしまおう。今まで13話ずつだったのに、今回ちょっと長いね。チャプター虫食いの起源、チャプター番号なかったね。よし、アバターの動作に異常はないな。今回はかなり荒っぽい扱いを受けたから心配だったんだけどさ。二人で作ったんだもの。それほどやわな構造はしてないはず。そりゃそうだけどね。リーネだって見てただろ？僕がどんな目に遭ってたか。可愛い動物と楽しく遊んでた。あのね、視覚と聴覚はアバターにつながってるんだよ。三半規管への暴力だよ、あれは。気がかりなことはそれだけじゃないけどさ。メモリアの内部で虫食いが発生するきっかけが、探検家の記憶の一部、個人のメモリアだったという話ね。うん。星の扉で観測されていなかっただけで、今までの虫食いもそうだったのかもしれない。でも最悪の事態は防ぐことができた。幸いにもね。もし他のメモリアでも同様の事態が進行しているとしたら、のんびりしていられないよ。宇宙基地の司令官が欠片を利用した時が最悪の事態だと思ってた。まだ上があるなんて。絶対に防がなきゃ。もちろんだ。サーチ範囲を広げて、少しでも侵食の兆候があれば最優先で潰していこう。機材の新調が必要かも。そこは親方が何とかしてくれるよ。そうね。お酒が入っていない時なら信頼できる。先にお店の方に手を回して、親方にはお酒を売らないように言っておくよ。あ、酒屋の方にね。賢いやり方。さすがね、兄さん。こういう時だけ兄さんって呼ぶよね。対抗して姉さんと呼ぶのなら、設計図の大枠をまとめてあげる。呼ばないよ。僕も考えるし。ち、下打ちした？小鳥のさえずりよ。あるいは幻聴。もう。でもさ、よかったよ。何が？ユラが来てから前よりずっと明るくなった。昔みたいにさ。リーネじゃもっと違ったんだ。でも昔はもっと明るかったんだ。それはルートも同じ。アバターと区別がつかないぐらい人形みたいになってた。あ、そうだったんだ。それは言い過ぎだよ。希望があるのとないのじゃ全然違うからね。心配も増えてしまったけれどね。まあね、ここからが僕ら案内人の本領発揮だ。頑張る。うん。じゃあまずは観測機構の。あ、なるほどなるほど。普通の夢だよね。まるでルートとリーネが目の前にいるみたいな。あ、さっきの見えてたんだ。でも何を話してたっけ。よく思い出せないや。あ、ごめん、ご飯の時間だよね。ただの夢だし気にしてもしょうがないか。行こう、ミナ。
録を見てみる？あ、ここまでで野生のメモリアは完了ですかね。よし、というわけで次回は海底かに行くのかなという感じですね。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。